悲しみのどん底というお話です。悲しみのどん底にあるとき、人は弱り、疲れ果て、無力感に打ちのめされています。神に助けを求めても何の慰めも安堵も得られません。そうやって人は悲しみの辛さと祈りだけに頼ることの限界を知り、古い自己を捨てる道へと分け入っていくのです。そこで心を清め、自制を学び、精神を鍛え、自制心から生まれる気高く揺るぎない力を身につけるのです。やがて悲しみの原因が自分の中にあることを知り、それを取り除くことができるでしょう。自立して生きていくことを学んだからには、もはや誰かに憐れみをかけてもらおうとするのではなく、すべての人に対して思いやりを示すことができるようになります。軽率に罪を犯したり、自責の念に駆られたりすることもなくなり、罪を犯さないで済む方法を身につけます。数えきれない挫折によって謙虚さを知り、多くの苦悩によって鍛えられたので、誰に対しても清廉潔白に穏やかに、力強く優しく誠実に、哀れみ深く賢く振る舞うことができるようになるでしょう。このようにして人は悲しみを徐々に乗り越えながら、少しずつ真理へと近づき、普遍の心の平安の意味を知るのです。その心の目は開かれ、宇宙の法則をしっかりと理解するでしょう。そして法則の恵みを受けて、この上ない喜びを手にするのです。起こることにはすべて意味がある。ジェームズ・アレン著、引き寄せの法則研究会訳、三笠書房より。